さあリング上ご覧いただきましょう。いよいよ名イベント US ヘビー級のタイトルマッチ、さあ早くも大乱闘であります。最初に登場しておりましたのは選手権保持者ザ・デストロイヤーでありますけれども、早くもチャレンジャーのアブドラザ・ブッチャーがザ・デストロイヤーめがけまして突進であります。早くも大波乱になりました。田澤さん、はいはい、えらい騒ぎですね。大変な騒ぎですよ、これね。今日は特に、少年ファン、少女ファン、大のちびっ子ファンがたくさん、駆けつけております。もう興奮状態でありますが、アブドラザ・ブッチャーの姿がもうちょっとずっとこのお祭り広場の、どうでしょう、庭の端っこの方まで吹っ飛んでいきましたね。そうなんですよ、追いかけてね。そうですね、大変な騒ぎです。今徐々にリングの方に向かってきております。これが挑戦者のチャレンジャー、黒い呪術師アブドラザ・ブッチャーでございます。さあリングの中におりますのは選手権保持者、白覆面の魔王 US ヘビー級チャンピオンザ・デストロイヤーであります。さあデストロイヤーももうすでにエキサイトしました。さあ放送席に並べ込んでまいりました。もう放送席はめちゃくちゃの手であります。早くもあと田澤さん、デストロイヤー早くも噛みつきに行ったようですね。そうなんです、デストロイヤーが噛みつきに行きました。正面からのヘッドロックの体勢、今パンチを一発、アブドラザボクサーのギザギザの額に一発パンチを見舞いました。早くも波乱含みのタイトルマッチ、時間無制限で行われますが、まだ、ゴングは鳴っておりません。レフリーは NWA のオフィシャルレフリー、ジョー・樋口であります。まだゴングは鳴っておりません。野沢さん、今まで鳴ってませんね。鳴ってない、鳴ってない。今要求したようであります。今までの中で一番エキサイトしてますね、はい、そうですね、今ゴングが鳴りました。いよいよ時間無制限の US ヘビー級タイトルマッチ、試合開始でございます。さあ早くも挑みかかります。チャンピオンのザ・デストロイヤーです。デストロイヤーが挑みかかりまして、早くも背中の上に乗りました。チャンピオンのデストロイヤーであります。デストロイヤー今日は構成ですよ ね、 そうですね、先手取りましたよ。そうですね、で今のあの顎にね、はい、ストレートね、ショートストレートが効きましたね。そうですね、試合前にはこの放送のスポンサー大塚グループ、遺跡納期、日鉄サッシ、太平洋金属、高田工業所、横浜ゴムより花束の贈呈があったわけですけれども、相変わらずアブドラザ・ブッチャーがもう試合のセレモニーを忘れたかのように挑みかかりまして、花束の贈呈シーンがありませんでした。さあ対戦内戦になりました。はい、どうぞ。噛みつきましてね、ブッチャーの死体が切れましたね。あ、そうですか、はい、はい、リングサイドから竹山アナウンサーのリポートが入りました。田澤さん、本当にアブドラザ・ブッチャーのあのギザギザの額、特に深く切れた1本の深い、傷があるんですから、もそこからもう出血を見ましたですね。そうなんですよ、はい、今日はねデストロイヤーがね、先手を取りましたね。そうですね、その切れた額、鮮血がにじみ出ました。にじみ出たというか、もうドロドロと血が、流れているような感じがあります。そこに噛みつきに行きました。噛みつきに行きました。何しろね、宮崎で、はい、デストロイヤー瓶でね、あの額を割られたあの恨みが今日ありますね。そうですね、先週テレビの方でお届けしましたように、宮崎大会勝ち名乗りを上げるデストロイヤーにビール瓶で襲いかかりまして、しかも2本のビール瓶で叩きのめしました。挑戦者のアブドラザ・ブッチャー、頭部はもう血の海でした。さあ早くもダラダラと流れ出るアブドラザ・ブッチャーの額、ものすごい流血であります。点々とこの会場にその血が点々と落ちました。先ほど控室でね、はい、デストロイヤーが言ってました、はい、傷を見せてね、今日はこの形を打つと。そうですね、恨み突髄ですね。そうなんです。それにしましても因縁の対決、昨年は同じくこのお祭り広場で10月の10日体育の日に一戦を交えたんですね。同じ場所でね、はい、その時もアブドラザ・ブッチャーが大荒れで、結局は反則でタイトルを奪うことができませんでした。チャレンジャーのアブドラザ・ブッチャー、今日は7度目の対決ということになりますね。サポーターを巻いておりますけれども、この13年間タイトルを守っておりますが、その間に膝関節を骨折するというアクシデントに見舞われております、ザ・デストロイヤー。さあ今度倉持さん、はい、今度はブッチャーがですね、ズボンのあたりから狂気を出しましたよ。そうですか、アブドラザ・ブッチャーがいよいよ狂気ですね。狂気攻撃に出た模様です。レフリーのジョー・樋口、ジョー・樋口はこの狂気見つけることができません。うまく視覚を利用しております。アブドラザ・ブッチャーであります。膝のサポーターには隠された15センチの傷跡が2箇所残っております。左の膝です。タイトルホルダーのザ・デストロイヤー、その膝をしたたかと打っておりますので、ちょっと危なくなってまいりました。
それにしましてもドロドロと流れ落ちるアブドラザ・ブッチャーの額、もうザクザクと切られた額であります。さあもう一発いきます。あっと口の中にどうやら武器を加えたザ・デストロイヤーだ。ジョー・樋口レフリーがこれに気がついた。樋口レフリーはデストロイヤーに抗議しています。言うことを聞きません。白覆面の魔王ザ・デストロイヤー。さあまたしても流血になるかどうか。相変わらずザクザクと切れた額からは血がもう流れ出すようにドクドクと流れ出ております。今度はボディに左のパンチを合わせました。正面からの攻撃だ。額にナックルパートを合わせるザ・デストロイヤー。どうでしょう、ペースとしては前半はデストロイヤーのペース、一瞬はアブドラザ・ブッチャーのペースがありましたけれども、ここでまたペースを取り戻したようですね。アブドラザ・ブッチャーがね、参ったような擬態を見せてですね、反撃のチャンスをまあ狙ってるわけですね、はい、しかし相当ダメージは大きいですね。そうですね、初めに食ったダメージ、ね、そうですね。時間無制限の一本勝負で行われております US ヘビー級のタイトルマッチであります。あっと今度はボディにトーキックを見舞いました。もうおなじみになりました、あの会長のようなキーというような叫び声。あっと今度は反撃に転じます。アブドラザ・ブッチャー、やっぱり油断はできませんね、はい、油断できませんね。頭の左サイドを打ちました。この辺りはどうでしょう、宮崎大会で10回に乗ったそうですけれども、あの辺りが切れてますからね、ちょっと弱点になってますね。見せましたね、見せましたね、まだ深く切れてますね、はい、このマスクの下には厚いガーズが10枚積み重ねて巻いてあります。宮崎大会でもう倒れ込むようにして血がダラダラと流れ出ました。ザ・デストロイヤー直ちに救急車で運ばれまして外科病院で10針縫いました。その傷跡がまだ残っていると思われます。だからその傷を手でね、カバーしてますわね、はい、そうですね、一生懸命ブロックしておりますけれども、さあアブドラザ・ブッチャーもここを弱点と見ましたか。ウィークポイントを徹底的に打ちのめします。狂気靴のキックであります、狂気靴のキックであります。あの鞘のような先端で刺されたら叶いませんね、あの鞘の角でね、はい、ジャイアント馬場もジャンボ鶴田もこの鞘のようなリングシューズで心臓あるいは喉元を突き刺されました。かなり苦しいと言っておりました。喉元にパンチを見舞います。今度は目つぶしに行くかザ・デストロイヤーです。白く目はもう流血で真っ赤、アブドラザ・ブッチャーの返り血を浴びております。今度は噛みつきに行く、チャレンジャーのブッチャーの噛みつきだ。反則のカウントを取ります。ジョー・樋口カウントは3です。あくまでも冷静チャレンジャーザ・ブッチャー。すごいタイトルマッチですね、大変なタイトルマッチですね、昔 の、 あのベアナックルボクシング時代の、ね、はい、ジョン・エル・サリバンの試合を、はい、こんなだったでしょうね。そうですか、去年の10月10日に行われました同じこの会場でのタイトルマッチの時にも、ガラスの破片で全身も血だらけになりました、いやザ・デストロイヤー。控え室で失神いたしまして直ちに救急車で運ばれました。ザ・デストロイヤーであります。さあ今のところ先手を取って有利な立場なんですけれども、ちょっとここで危なくなりました。場外乱闘です。あ、武器が出た、武器が出た。アブドラザ・ブッチャーの右手、不気味な黒い手、不気味な黒い手に武器が仕込まれています。今度はマスクの上から噛みつきに行く額の部分だ。ここに武器でパンチを打ちました。もう一発いきます、連続パンチ。右手の中には凶器が仕込まれています。ナックルパートで打つような仕草ですけれども、完全に武器で刺してますね。刺してます。何を持ってるんですかね。そうですね、何かこの木の形のようなもの、小さい木の形のようなものを持っております。いや今見えました、見えましたか。何ですか。釘のようなもの。釘ですか。あ、大変ですね。釘のようなものを持っているとこういうことであります。アブドラザ・ブッチャーの武器であります。まだはっきりと見えません。正面から噛みつき攻撃だ。アブドラザ・ブッチャー反撃に出ます。右手に入ってますか。はい、あっと右手に持っているようですが、今度は頭部の右サイドから噛みつきに行きます。宮崎大会で10針縫いました、1針縫いました。あの切れた傷であります。今刺しましたね。そうですね、あるいはマスクの下は、マスクの部分はもう返り血で真っ赤なんですけれども、あるいはもうガーゼの下から血が流れ出てるかもしれませんね。相当受けております。
すごい武器攻撃、アブドラザブッチャー、そうですね、釘のように回りました、釘のようなものですか、はい、そのブッチャーの持っている釘がですね、盛んに頭に打ち付けますんでね、もう曲がってきましたね、そうですか、やはり釘以上のものですか、そうです、釘以上のものです、大変な武器を持っております。デストロイヤーのその10針縫った額がですね、だんだんそのガーゼが血に滲んできましてね、なるほど、だんだん赤くなってきましたね、あ、そういえばそうですね、なんか五寸釘のようなもの、そうですね、すごい鉄製の武器を持っているようであります。竹山アナウンサーのリポートでは釘ということでした。あ、本当にあの今ちらっと見えましたけれども、釘の先端が完全に黒字に曲がってしまいましたね、はい、すごいダメージを受けます。ザ・デストロイヤー、タイトルを守ることができるか、13年間守っている US ヘビー級のタイトルだ、あーっと今度は目に差し込んだ、これは怖い、これは怖い、目に武器を差し込みました、今度はヘッドバットだ、サイドからのヘッドバット、チャレンジャー有利に立ちました、今度はエルボードロップ、エルボードロップを後頭部に打ちます、正面からは頭突き、ヘッドバット、あのフィリピンのマニラで特訓してまいりましたヘッドバット、徐々に出してまいりました、お腹のあたりをカバーするザ・デストロイヤー、デストロイヤーリングの外で逃げなくちゃいけない、ね、そうですね、まだ田澤さん、あの狂気靴の猛攻は受けてないんですけれども、これはとどめになりますからね、怖いですね、怖いです、はい、リングの中央に連れ戻すチャレンジャーのアブドラザ・ブッチャーであります。もうグレート小鹿選手、サムソン・クツワダ選手、桜田選手、ジャンボ・ツルタもリングサイドを取り巻きました、大熊選手もおります。やっぱりあの狂気攻撃が出てからペースはまたブッチャーに移りましたね、そうですね、若手の園田、参ったような選手あたりも参りました、参ったような顔をして、とにかくチャンスを狙っていたんですね、そうですね、今度は正面からのヘッドバット、倒れ込んだザ・デストロイヤー、かなりグロッギーだ、ロープのリバウンドを利用してアウト、エルボードロップ、ジャンピングエルボードロップ、今のは効いたか、あるいは自爆かもしれません、自爆ですね、完全に当たってません、さあ劣勢を挽回するデストロイヤーが追いかける、深追いは禁物だ、深追いは禁物だが、エルボースマッシュを見せる、エルボースマッシュ2発連続、ザ・デストロイヤー、アブドラザ・ブッチャーも行く、お客さんの中になだれ込みました、すごい流血シーンです、正面からのパンチ攻撃、ザ・デストロイヤー、なんとしても守りたい、死守したいタイトル、US ヘビー級のタイトルです。アブドラザブッチャーも必死、アブドラザブッチャーも必死、ブッチャー何かまた下で仕込んだ、そうですね、右手が不気味です、右手に何やら武器を仕込んでいるような感じがあります、そうですね、頭を取ったザ・デストロイヤー、先制攻撃だ、顔面に額にパンチを打つ、徐々に頭部が下がります、アブドラザブッチャー、リングの中央にフライングメイヤー首投げ、そして足を持って得意の足4文字に行くパターンだが、アブドラザブッチャーにこの足4文字が通じるかどうか、田澤さんどう思いますか、いきなりじゃダメですね、いきなりじゃダメ、相当痛めてる、そうですね、痛めないといけませんね、右の太ももあたりにヒップドロップを打ちました、今度は中央に連れ戻して、今度はもう一回ヒップドロップを打っておいて、右足から入ったが、今武器を持った右手でパンチ一線、のた打ち回るザ・デストロイヤー、頭の後ろの部分ですね、後ろの部分、ああ狂気が明らかに見えます、どんな狂気でしょうね、倉越さん、あのね、ブリキ状のね、板ですね、あの金具ですね、変わりましたね、先ほどは釘でしたがね、はい、どうやらニュートラルコーナーのマットの下あたりに武器を忍ばせているようです、アブドラザブッチャー、場外に出るのはあの作戦だったんですね、そうなんです、武器を取る作戦だったようです、さあジャンピングエレボードロップ、アンドカウント3、タイトルを取られました、タイトルを取られました、13年間守ったタイトルを取られたデストロイヤー、いやー大変です、これはアブドラザブッチャーニューチャンピオン、 US ヘビー級のニューチャンピオン、アブドラザブッチャーです、やっぱりね、デストロイヤーブッチャーのですね、はい、一種のその動物的な擬態作戦にね、はい、負けましたね、そうですね、そのインサイドワークにおいて敗れたわけですね、はい、座布団が投げ込まれております、いやこれは大変なことです、デストロイヤーにとりましては悔いの残る試合ですね、13年間守り抜いた US ヘビー級のタイトルホルダーアブドラザブッチャーにとうとう取られました、さあ現状にいるツルタが行きます、10月の3日の国技館でこのツルタ対ブッチャーの試合が決定
しておりますので、こうなりますと風山さん、タイトルを取られておりますので、当然 US ヘビー級のタイトルをかけて鶴田と争うことになるでしょうね。そういうことになるでしょうね、